ご、はい、ご視聴ありがとうございます「バルザック作小西茂也役暗黒事件その第12回第1編「警察泣き寝入り」第6章続きからギリギリに切り詰めた経済のおかげでローランスは定年に達した頃にはもうかなりの信頼を回復していた。 それは所得を皆交際に投資していったからで1798年にはローランスは2万フランもの交際利子とそれも正直のところ毎年の利子を積んでいったおかげであるそれにサンシーニュから上がってくる1万2,000フランの収益とがあったそこの時代も退職再契約の旅ごとに著しく登記していた。 オッセール夫妻はラファルジュ・トンチ養老保険から入る終身年金の3,000フランを御所を大事にして田舎へ引退したのであったが昔の寝台から残ったこれっぽっちの金額では3収入以外には住み場所もなかっただからローランスが定年になって裁判にした法律行為は オートセール夫妻に今住んでいる離れアを一生無料で使用を許すという取り決めであったオートセール夫妻は自分たちのためを思いまたローランスの身のためも思って所持節約を胸とした何しろ息子たちのためにと毎年3,000フランずつも積んでいたので自然ローランスにも貧弱なご馳走しか出せなかった だからサンシーニュ家の全支出も年に5,000フランを超えることはなかったけれど何につけ細かなことになぞあまり深入りしたがらなかったローランスはすっかり現状のままで結構としていたオートセール夫妻も格別目にもつかないようでいてそのくせどんなさじにでも感じられるローランスの感化力に 知らず知らずのうちに制せ,せられてしまってついには子供の時から見覚えのローランスを短唱し出すようになったこういった感情は極めてまれな珍しいものである確かにローランスの態度やその喉恩の著しい小姉や命令的な眼差しには言うに言われぬもの説明の地とつきかねるような力がこもっていて そうした力はほんの上辺だけに過ぎぬような場合でも間違いなく人を威圧するというのは愚かな人は空虚を信王と取り違えやすいからでそれほど信王は俗物には訳のわからぬもので民衆が訳のわからないものに感服するのもおそらくそうしたせいだろう。オートセール夫妻はローランスの黙り癖におどおどし 荒くれた野生的な振る舞いに強い感銘を受けて彼女が何かどえらいことをしでかす日をビクビクしながら待ち受けていたローランスがちゃんとした岩敷で施し物をしかつて騙されたことがなかったので根が貴族の出だったが百姓たちからも随分と尊敬を払われていたか弱い女性の身だということやその家柄や 杉越、数々の災厄や一風変わったその生活ぶりなどが扱ってサンシーニュの谷の人々にローランスは誠意を振るうことができた時々ゴダールを連れて一両日家を空けることがあったけれどオウトセール夫妻はどこへ何をしに行ったなどと戻ってきた彼女にかつて尋ねたこともなかった。 と言ってローランスは別に気まぐれな娘だったわけでもないローランスの男勝りの気性は上辺のいかにもしとやかななよなよとしたなり格好の下に秘められていた心の内は少し過激すぎると思われるほど感じやすく優しかったがその頭の中には惜しい決意と堅忍な豪気とがあったその明敏な目は かかつて泣く術を知らなかった青い静脈がかすかに浮き出ている白い華奢な手首を見ただけでは鍛え上げられた騎士の手首にこの細さで挑みかかっていけようと誰が思おうしかもそのしなやかで滑らかな手はまるで手だれな狩人のような精悍さでピストルや鉄砲を扱うこともできたのである。戸外で 馬に乗っている時のローランスのかぶり物は他の乗馬女のとちっとも変わったところがなく小粋なカイリービーバー側の小さな帽子をかぶり緑のベールを顔に垂れていただからそのほっそりした顔や黒い襟飾りで包んだ白い首はどんなに郊いを駆け回っても火にも焼けず何の損なわれることもなかった。 総裁政府の時や統領政府の初頭まではローランスは誰からも煩わされずにそうやって自由に振る舞っていくことができたけれど新政府の形もやや整ってからというもの新しい当局をはじめ大府県の知事やマランの友人やまたマラン自身でさえローランスの評判を悪くしようとこぞって躍起になりだした。 ボナパルト打倒のことしかローランスは念頭になかったボナパルトの目に余る体毛や戦勝はますますローランスを奮撃させたと言ってもそれは冷ややかな惨呈に富んだ憤怒ではあったがローランスは名声格々の一大の英雄に対する隠れた未知の宿敵だった彼女はサンシーニの谷と森の しから恐ろしいいほど突き詰めててボナパルトを狙っていたサンクルー宮殿やマルメーゾンュ宮の辺りまで行ってボナパルトを暗殺しようと時折は思ったくらいであったこの計画が実行されたとしたら彼女の兵祖のしきたりや身体の鍛錬が十分に証明付けられたに違いないだろう。ところが アミアンの平和協定が敗れてから後ローランスはボナパルトに対してフリメール18日事件の仕返しをしようとしている一味の陰謀があることを知ってそれ以後ナポレオンを狙うこの大がかりな念入りの計画に彼女も一枚加わってその全力と憎悪をひたすらこれに注いでいたこの計画たるや国外にあっては イタリー、ロシアロシアの三国から成った大同盟でありこの同盟は後にナポレオンのためにアウステルリッツの戦役で撃破された。国内にあってはナポレオンに対する憎悪という点のみで結びついた五越同州の人々を集めた一大結社であったその中にはこのローランスと同じように暗殺という語も辞せず とにボナパルトを倒そうとガシンショタンの連中も少なからずああったのである外見はいかにもなよやかだがよく知っている人たちからは実にしっかりした強い気性の娘とされているこの乙女は命がけのこの襲撃に参加しようとはるばるドイツから戻ってきた貴族たちの忠実で確かな案内役を目下のところは務めていた。 ライン川のカノキシで亡命貴族たちが協力して大陰謀を企んでいるのをもっけの幸いとしてフーシェはアンニャン皇をこの陰謀の中に巻き添えにする根拠となしたアンギャン皇がストラスブールから程遠からぬバーデンの地にいたということが後になってそうした嫌疑を のののっっきならぬものにしてしてまったのであるが、果たしてアンニャン皇がボナパルトに対するこの陰謀のことを本当にご存知なのかまた陰謀成就の暁には早速フランスへ戻ることになっていたのかどうかそれはいずれとも言えない大問題でこの秘密に関しても他の多くの秘密と同じようにブルボン家の親王方オレキレキは固く 口を閉ざしているためその真相を知るよしもないけれどこの時代の歴史が古くなりゆくにつれてアンギ安元皇がやんごとない身をもって大きな陰謀が突発しようという間際に国境近くにいたということは何と言っても軽率の素知りは免れないことを公正な歴史家なら認めるに違いあるまいしかもその陰謀の機密を確かに 全ブルボン家一党は完治していたのにそういないからなおさらのことであるローランスはどんな些細な事柄にもマランがクレバンと屋外で密談した時のような厳重な警戒や用心を払うのをやはり忘れなかった彼女はノーデムの森のあちこちの外れや三神湯の谷の彼方のセザンヌとブリアンヌの間で 密かに密集とあって防御を凝らした。ローランスはよくゴダールと一緒に15里も一気に失句したことがあったがそんな時でもサンシーに戻ってきた時の彼女の涼やかな顔には少しの疲労の色もまた何の屈託の面持ちも見られなかったはじめローランスは牛飼いの牧道だったゴダールの目の中に 子供が並外れた非凡事に対して抱くあの無邪気な教団の念が輝いているのを見て取ってその頃わずかに9歳だったこの子供を自分の別当にして英人の馬蹄がするような注意と心遣いで馬を手入れする仕方から教えてやったゴダールが聡明で実直でずるい算段などはちっともないのを監謝したローランスは この少年の中金ぶりを試してみると、起点が利く上に心も気高く、報酬など少しも目当てにしていないことが分かった。そこでローランスはこのみずみずしい魂を培おうと、優しく面倒を見てやったが、あくまでこびず、甘やかさず、ローランスも可愛がれば、ゴダールも懐くといった風に、このまだ、 荒削りなところのある少年の性格を親しく磨く一方その持ち前のはつらつさや天真爛漫なところは努めてそのまま伸ばそうとしたその丹精の甲いあって忠犬のようにしつけられたゴダールの忠実さをローランスは十分に試してみた上で彼を霊里で素直な加担人にした。 誰も疑いをかけるものもないのを幸いにこの田舎育ちの少年はサンシーニュからナンシーまでちょくちょく往復していたが彼が国から見えなくなっても誰一人気づくものもなかった官長が用いるあらゆる作法をこのゴダールも習い覚えたローランスから万ュに警戒し気を許さぬようにと厳しく教え込まれたゴダールだったが その生まれつきの純真さは少しも損なわれてなかった女性の完治と子どもの無邪気と無本人の普段の警戒を兼ね備えていたゴダールは田舎者のぼーっとした底知れぬ基地とロドンの下にこうした素晴らしい長所を隠していたのであるこの少年は馬鹿で弱虫で不器用に見えたけれどいざという時には 魚のように敏将になりうなぎのようにスルスルと逃れた犬のように眼差し一つで相手の心を悟ったし考えを素早く嗅ぎつけることも巧みだった「マルザック作小西茂也役『暗黒事件』その第十二回第一編第六章途中まで。 2020年12月2日。